おーい、旅人、パイモン。ここだよ。流行りの言葉で言うと運命の再会ってところかな。君たちに会えるなんて思ってなかったから、今日会ったことの中で一番嬉しいよ。こっちこそ驚いたぜ。どうしてポワソン町に来たんだ。あ、もしかして何かマジックショーでもあるのか。実は家でちょっとしたトラブルがあってね。お父様は僕たちをポワソン町に移したんだ。リネットとフレミネも来てるのか。ああ、ハウスオブハースの大半がこっちに移ってきたよ。君も気づいたでしょ、ポワソン町に人が増えたってことにさ。ポワソン町にこんなにたくさん越してくるなんて、ちょっとしたトラブルには見えないぞ。一体何があったんだ。それは興味があるようであれば私が答えよう。うわー、びっくりした。お父様いらっしゃったんですね。あの、オイラたちハウスオブハースに探りを入れようとしたわけじゃないんだ。あ、ただ緊張することはない。君たちの言葉からは真摯な気持ちが伝わってきている。それに君たちが心中に疑念を抱いていることも知っている。多くのファデューが町に移ってきたからには何か企んでいるのでは。気持ちはわかる。何せ君たちは今までファデューと何度も剣を交えてきたのだからね。これからも互いの関係がずっとうまくいくという保証はない。だが少なくとも今はやり合う理由がない。そうだろう。君たちは固く手を握り合ったこともある友人だ。ハウスオブハースは誠意を見せたいと思っているよ。それにこの一件については特に言えない秘密もない。単刀直入に言おう。全てはハウスオブハースにまつわるとある噂から始まった。私たちの内部事情に関するね。どんな噂なんだ。ハウスオブハースに存在しない子供が一人いる。存在しない子供って、なんか怖いぞ。とっくにこの世を去っているはずの亡霊がハウスオブハースの影をさまよっている。だから子供たちをポワソン町に移し詳しく調べようと思ったんだ。じきに見つかるだろうから、その時はうまく処分すればいい。面倒なことにはならないはずだ。もしもまだ気になることや心配事があるのなら、しばらくここに滞在して探ってくれても構わない。家に客人が来れば子供たちもきっと喜ぶだろう。リネ、客人のもてなしは任せた。私はまだやることがあるから先に失礼する。はい、お父様。僕も君たちをハウスオブハースに招待したいと思ってたんだ。
兄弟姉妹を君たちに会わせてあげたくてさ。君たちの名前はハウス・オブ・ハースでも有名でね。特に予言の危機が解決してからはみんな君たちの話ばっかりしてるんだ。もしよかったらおしゃべりしていかないかい？おう、いいぜ。特に用事もないしな。でも先に言っとくけど、オイラたちはただの客で。え、待てよ、客ってことは美味しいものをいっぱい食べられるってことだよな。もちろんさ。今はポアソン町の一角を借りて住んでるから、ここの人を手伝って寮に出てるんだけど、毎日大量なんだよ。今日は僕が直々に料理してあげよう。さ、まずは仮住まいまで案内するよ。
この部屋は地元の人から借りたんだけど、臨時の拠点として使ってるんだ。後で片付けておくから、君たちはここに泊まっていいよ。ありがとな。これからどこへ行くんだ？さっき君たちと会った時、僕は物資を配ってたんだ。ポワソン町に滞在してる子はかなり多いから、時々日用品を外から仕入れないといけなくてね。あんまり待たせられないから残りのものを届けてくるよ。なるほどな。じゃあオイラたちもついていくぜ。お前たちに関する噂はいっぱい聞くけど、どれが本当でどれが嘘かわからないんだ。普段の様子を見られるせっかくのチャンスだし、きっちり観察しておかないとな。もちろんいいよ、ついてきて。やっと来てくれたんだな。今日の物資は全部ここだよ。確認して。もしもし、どうしたの？ぼーっとしちゃって。旅人とパイモン、本当だ。みんな来て、旅人様とパイモンお姉様が遊びに来てくれたわ。ちょっと待ってよ、一気に囲まれたらお客さんがびっくりしちゃうでしょ。オイラたちは大丈夫だぞ。でもオイラたちってそんなに有名なのか？もちろんだ。お父様もリネ兄ちゃんもよくお前たちのことを話してるぞ。君たちはリネを助けてくれた信頼できる友人なんだってお父様がおっしゃってた。今までお父様から聞いた中で最高の評価さ。それでみんな一体何者なんだってずっと議論してたんだ。旅人の姉ちゃんは力が強くて大きな山も動かせるんだって。パイモンお姉様は胃袋が大きくて、ホテルドゥボールの食料を3日で平らげてしまうんですってね。ちょっと待った、なんでオイラの噂は全然かっこよくないんだよ。そうだ、お客さんが来るときはいいものを出してもてなさないとなんだろう。別にいいぞ、オイラたちも手土産とか持ってきてないしな。遠慮しないで。私が新しく調合した薬はいかがかしら。毒薬も傷薬もあるのよ。え、それかシャプロお兄ちゃんに潜入作戦のコツを教えてもらったらどうだ。シャプロお兄ちゃんはすごいんだぞ。なんて言ったって一回も失敗したことがないんだからな。ああ、いいアイディアだな。君たちは正面突破に慣れてるだろうけど、スキルを身につけといて損はないだろうし、こっそり敵を仕留めることに関しては多少心得があるんだ。毒にやられてからは前ほど機敏に動けなくなったけど、そばで指導するくらいなら問題ないぞ。ちょっと待て、なんで急に薬とか戦いの話になっちゃうんだよ。これが俺たちが出せる一番いいものだから。気に入らなかったか？じゃあこうしよう、嫌いな奴の名前を教えてくれ。俺が懲らしめてきてやるよ。フォールツ、アイロワール、そこまでだ。お客さんをもてなすときに一番大事なのは気持ちなんだよ。二人の情熱はもう十分届いてる。具体的な何かがなくたってお客さんは喜んでくれるものなんだ。これ以上しつこくしたらむしろ嫌われちゃうよ。そうなの？それならよかった。せっかく来てくれたお客さんなんだ。何か必要なことがあったらいつでも俺たちに言ってくれよ。毒薬が必要だったら私に言って。お薬の配合はとっても得意なのよ。それじゃあまたね。そろそろ物資の配布に戻るよ。ああ、行ってらっしゃい。
いつらのさっきの話って。びっくりしただろ。これもこの家の一部分さ。フォルツは家族に捨てられた子だ。彼は幼い頃、好奇心に駆られて家にいるすべてのペットの首を折った。それで危険な悪い種だと思われたんだ。アイロワールは薬に異常な執着を持ってる。調合した薬を自分で飲むことはお父様に禁じられてるんだけど、それでもよく飲もうとしてるからずっと見張ってる。シャプローは僕と同年代で、僕は情報収集担当だけど、彼は監視を担当してる。彼は自分の仕事が大好きでね。すごく厄介な仕事も積極的に引き受けてくれるんだ。ついていけない会話なのはわかるけど、みんな別に悪気はないんだ。ただ自分たちが思う一番いいものを君たちにあげたいだけだったんだよ。フィリオール、物資を届けに来たよ。お疲れ様。そちらはよその人？紹介するよ。旅人とパイモンだ。へえ、聞いたことあるな。最近有名になったコンビだろ。こんにちは。あんたらはずっと外を旅していろんな場所に行ってるって聞いたぜ。本当なのか？その通りだぞ。オイラたちテイワット中を旅して回るんだ。いいな。なら、フォンテーヌにも詳しいのか？この前上映された歌劇、4000人の盗賊っつったかな。あれは見たか？それを初めて聞いたぜ。ポスターを見ただけなんだけどさ、なんか良さそうな歌劇だったぜ。時間があったら見に行ってみてくれよ。盲目の女性もぜひ見てみて。観客参加型の歌劇みたいで、とても面白そうよ。今回の任務が終わったらネイルをしてみたいの。爪を別の色に染めるのよ。じゃあ俺も髪を染めてみようかな。いくらかかるかは知らないけど。な、気のせいか？こいつらさっきのやつらより付き合いやすそうな感じがするぞ。ハウスオブハースにも普通のやつがいるみたいだな。聞こえてるわよ。うわぁ、ごめん。フォルツたちのことだろ。別に全員があいつら見たいってわけじゃないさ。あのイカれたやつら、きっと今頃興奮してるんでしょうね。早くスネージナヤに戻ってあの計画を実行したいって。フィリオール、そこまでだ。はいはい、家族の陰口はやめろ、でしょ？つまらないわ。行きましょう。またな。機会があったら一緒に歌劇を見に行こうぜ。とにかく物資も配り終わったことだし、僕たちも帰ろう。あいつら、なんかトラブってるのか？それもそうか。オイラたち、今はお客さんなわけだしな。あ、リネが行っちゃったぞ。早く追いかけようぜ。どうだい？ハウスオブハースのメンバーに会ってみて、ご感想は？自分なりの判断ができるようになれってお父様が常々言ってるからね。家ではいろんな声が聞こえるんだ。僕は食べ物を用意してくる。君たちも来るかい？うん。それじゃあ行こうか。
プレミネ？そこで何してるんだ？その、僕。プレミネ、また会ったな。こんにちは。あなたたちがうちに来てるってことは聞いてた。歓迎するよ。ちょうどご飯を作ろうと思ってたところだから、フレミネも手伝ってくれないか。旅人とパイモンに海鮮スープを作ってあげたいって言ってたろ。海鮮スープ、おいらよだれが出ちゃいそうだし。フレミネ、さっき何か探してたんじゃないのかい。一緒に探そうか。大丈夫、ただ余った物資がないか聞きたかっただけ。そうだったのか。まだちょっと残ってるけど何が欲しい？食料と水、できれば布も。わかった、ちょっと待ってて。食料と水、待てよ、一体何に使うんだい。最近は外出する任務もないでしょ。食事も僕たちと一緒にとってるよね。夜になるとお腹が空くんだ。だからもう一セット欲しくって。多分成長期なのかも。フレミネ、僕の言ったことを覚えてるかい。君は僕と違ってまだ嘘に慣れてない。一体何があったんだ。僕にも内緒にしなきゃいけないようなことなのか。オイラたち、ちょっと席を外した方がいいか。フレミネのそんな表情を見るのは初めてだよ。お父様と何か関係があるんだね。うん、ついてきて。こんにちは、僕はリネ。ハウスオブハースで育った。君は？こんにちは、私もあなたと同じハウスオブハースの子供よ。クリーブって呼んで。クリーブ、会えて嬉しいわ。リネ、こいつの名前を聞いたことがあるのか？ないよ。でもハウスオブハースの名簿にそんな名前が載ってないってことは確かだ。いつの間に潜り込んだのかはわからないけどね。多分この子がお父様の探してた存在しない子供なんだと思う。フレミネが見つけてきたのかい。お父様には言わなかったんだね。僕がこの子をここにかくまってるんだ。でもまだ誰にも言ってない。いつからだい？だいたい半月前から。それって僕たちがポアソン町に来たばかりの頃だよね。フレミネ、自分が何をしてたか分かってるのかい？分かってるよ。お父様が探してる人をかばってるんだよ。もしこの件がお父様にバレたら、関係した者の全てが罰を受けることになる。これはハウスオブハースのルールだ。お父様はどんな形だろうと裏切りを一切許さない。知ってるだろ、どうしてこんなことをした。このままこの子を渡すわけにはいかないって思ったんだ。リネ、去年シャプローが危うく死ぬところだったのを覚えてる？任務中に毒にやられて、帰ってる最中に毒が効いてきちゃったんだ。その時彼のそばには誰もいなかった。でもあの夜、誰かが僕を起こして
シャプロを助けてほしいって言ったんだ。起き上がって探しても声の出どころはわからなくて、半信半疑のままシャプロを探しに行って、それで彼を助けられた。こういう幽霊騒ぎはハウス・オブ・ハースで何度も起きた。リネだって覚えているはずだよ。つまりあれは全部彼女の仕業だと。彼女が僕たちの家族を助けたって。ハウス・オブ・ハースをさまよう亡霊が他にいないなら、そうとしか考えられないんだ。もしクリーブが敵なら、亡霊だろうと子供だろうと、僕は迷わずに手を出すよ。だってお父様の命令だから。でもこの子は僕たちと一緒に暮らしていて、ずっとこっそり僕たちを助けてくれていたんだ。だから家族とみなすべきだと思う。何もわからないまま捕まえて処分するなんて僕にはできないよ。じゃあこれからどうするかについては考えてるのか。ずっとここに隠れていられるわけがない。いつかはバレてしまうんだよ。それはまだ決めてない。お父様の命令に逆らうつもりはないけど、クリーブを危険な目に遭わせるわけにもいかない。ちょっと来てくれ。二人で話したい。二人とも仲がいいのね。そうか、今にも喧嘩しそうな雰囲気だと思うけど。うんうん、二人はとっても仲がいいはずよ。私にもそういう親友がいるから一目でわかるわ。でも友情は果たしていつまで続くかしらね。家の闇はあなたたちの想像以上に深いわ。誰も生きてここから逃げられない。ごめんね、リネ。誰も巻き込みたくなかったんだけど。いいタイミングだね。今はその言葉が一番聞きたくなかったよ。どういうこと？小さい頃君は僕のことをリネじゃなくてお兄ちゃんって呼んでた。リネットと同じようにね。僕たちはみんな孤児でお父様に引き取られて一緒に育った。多くの兄弟姉妹の中でも僕たち三人は一番仲がいい。でもだんだん君は僕を名前で呼ぶようになった。理由はわかってる。僕とリネットは血がつながっていて、ハウス・オブ・ハースに入る前から助け合って生きてきた。対して僕たちは、リネ、僕は、お互いにとって一番ひどかった時期はまだ互いの顔も知らなかった。それでもフレミネ、僕たちはずっと肩を並べて歩んできたんだ。君もリネットも僕の一番大切な人だ。代わりなんているはずがない。だからこんなことに一人で対処させるわけにはいかない。絶対にね。まずいぞ、あいつら頭に血が上ってるみたいだ。やっぱり様子を見に行ってみようぜ。雨だわ、服を取り込まないと。喧嘩してないよな。フレミネ、泣いたのか？平気。心配してくれてありがとう。一緒にいろいろやってきたし、オイラたちもう友達だろ。何か手伝えることはないか？家のことでちょっとトラブルがあっただけだよ。僕がいるんだから、お客さんたちは安心して帰ってくれ。え、何かいい考えがあるのか？普通お客さんがいるときに
家庭内のトラブルが暴走することはなかなかない。ありがとう。君たちには関わってほしくなかったんだけど、今は断る言葉が見つからないな。これからもし二人が何か危険な目にあったら、僕も命がけで君たちを助けるよ。うん、僕も。話を戻そう。クリーブをお父様に渡すつもりがないのなら、唯一の解決方法は、お父様が彼女を見つける前にその秘密を明らかにすることだ。彼女がどこから来たのか、ハウス・オブ・ハースで何をしようとしてるのか突き止める。そして彼女を静かに送り出す。姿を現した事実なんてなかったかのようにね。その方法はすでに試したよ。失敗したのかい？うん、遠くまで連れて行こうとしたんだけど、しばらくするとまた家に現れたんだ。今回僕たちがポワソン町に移ってきた時、あの子もついてきた。家がどこにあってもついてくるみたい。亡霊についてはあまり詳しくないんだけど、何かいい方法はないかい？そうだ、幽霊って生前の願いを叶えてあげたら執念が消えて地脈に戻っていくらしいぞ。どこで聞いたかは忘れたけど、効果ないかな。いい案だね。後で彼女の願いを聞いてみよう。でもその前に一つ約束してくれ、フレミネ。約束？ああ、約束だ。これは僕たち二人でやることだ。僕たちが死亡者であって、それ以外の人は誰も巻き込んだりはしない。いいかい？うん、約束するよ。小さい頃みたいに拳をぶつけて約束しよう。3、2、1。約束。びっくりしたよ。ミネとどうしてここに？それからいつからいた？お兄ちゃんのバカ。フレミネのバカ。旅人のバカ、パイモンのバカ、オイラたちまでかよ。ハウス・オブ・ハウスですでにクリーブに会ってた。ついてきてないと思ってたけど、あなたたちが隠してたのね。作戦プランはもう聞いちゃった。置いてけぼりにされるのはもう嫌。私も一緒に行動したい。ダメならここの状況をお父様に報告する。そういうことだから。はあ、交渉の余地はないみたいだね。それじゃみんなで立ち向かおう。まずはクリーブの状況を聞いてから次の計画を決めるよ。さあ早速行こう。くれてありがとう。ごちそうさまって言ったけど、テーブルの上はそ、うん、僕が見てきた限りクリーブは現実のものには触れられないみたい。でも食べ物の前で動きを止めることがある。彼女からすれば本当に食べているのかもしれないね。自分が死んだことには気づいてるの？聞いてみたけど答えてくれなかった。クリーブ自身にもよくわからないのかも。それか
質問の意味を理解できないのかも。クリーブ、今いいかい？いくつか聞きたいことがあるんだけど。いいよ。あれ？また新しいお友達？こんにちは。私はクリーブよ。こんにちは。クリーブ、君はどうやってハウスオブハースに入ったんだ？どうしてそんなことを聞くの？みんな同じでしょ？召使い様に送られてきて、ここに残るしかなかった。でもハウスオブハースの名簿に君の名前はない。それに僕も君に会ったことがない。名簿？なるほど、ここのことをよく知らないのね。ここを支配してる人は見た目ほど善人じゃないのよ。名簿も完全なものじゃない。多くの人は初めからそこに乗ってないわ。なぜならその人たちは家族じゃなくてただの実験体だから。仲間の名簿に名前はないけど、処刑名簿にならあったかもね。本当なのか、召使いが。誰かそれを証言してくれる人はいるかい？テルビーなら。あの子は私の一番の親友で唯一信用できる人よ。その名前聞いたことはある？ない。僕も。クリーブもその人も名簿には載ってないんだろう。でもクリーブが嘘をついてるとは思えない。この年にして魔術師の目を騙せるってことじゃなければね。話題を変えようか。クリーブ、君の願いは？願い？うん、何でもいいから想像してみて。もし今日が君の誕生日だったら、ろうそくを吹き消すときに何を願う？外へ行きたい。私、日差しの下で暮らしたい。なんだ、それだけか？簡単そうじゃないか。家の闇はあなたたちの想像以上に深いわ。誰も生きてここから逃げられない。これ以上は考えても結論は出ないみたいだね。僕の計画を聞いてくれ。これから僕はマジックで最もよく使う目くらましの方法を使って彼女を外、日差しの当たる場所に連れて行く。ディネット、処刑名簿をもらってきてくれ。そこにクリーブの名前が載ってないか確認してほしい。フレミニはポアソン町に残ってくれ。こんなに時間が経ってる以上、クリーブは僕たち以外の誰かとも接触していたはずだ。彼女が何を話して何をしてたのか、情報を集めてきてほしい。わかった。頑張るよ。オイラたちは何をすればいいんだ？気にかけてくれてありがとう。でもこれはハウスオブハースの内部事情だから、あんまり深く関わってほしくないんだ。君たちに余計なリスクを負わせたくない。そうだね、お父様は君たちを客人と言ってた。だからお父様のそばにいてもらえないかな。特に何もしなくていい。普通におしゃべりしててくれるだけでいいんだ。わかった、オイラたちがその注意を引くってことだな。マジックバードをあげるから、もしお父様に何か気づかれたらこっそり飛ばして。こっちに警告が届くから念のため言っておくけど、あくまでこれは緊急用だ。お父様が感づく様子がなければ連絡は取らないでおこう。夜になったらまたここに集合だ。最悪の場合、もしお父様にバレたら洗いざらい白状してくれ。お客さんにまで罰を受けさせるわけにはいかないからね。これが僕たちの方針だ。君たちもね。さあ、ここで別れよう。
お父様は近くの砂浜にいるはずだ。すべてが順調にいきますように。いや、絶対うまくやらないとね。これはトラブルを解決する唯一の方法だ。